悪くない収穫だ。本当に資料に書いてある通りファデュイがいるぞ。しかも敵意丸出しだ。仕分けはまだわからないよ。冷凍の時間だよ。雨描きがたし、形は精神と共にあれ。聞いたみたい。うん、すぐに終わらせる。判決を下す。そろそろだ。
行くぞ。すぐに終わらせる。聞いたみたいだ。作戦即決。死の静寂。札と白紙の紙がたくさんあるぞ。
何に使うんだろうな。この模様、どこかで見たような。そうだ、講師がくれた近畿滅却の札も同じ模様だったぞ。ふむ、仙人に関するものを講師が持ってるのも確かに怪しい。ああ、近畿滅却の札は目印として使うために作ったわけじゃないって竜恩釈風神君が言ってたよな。確か魔人戦争中に戦力を発揮するために作られたって。ファデュイが近畿滅却の札を書き写してるのは本物の効果を再現しようとしてるからか。戦争中に戦力を発揮する、危なそうだな。複雑だな。とにかく講師を警戒しないと。さて、そろそろ待ち合わせの時間だぞ。ここを出ないと。操船儀式準備の旅の終点、確か敵歌集だったよな。早く行こうぜ。時間通りだな。軍玉閣はどうだった？すごーく広かったぞ。そして豪華。たくさんお金かけてるな。確かに、その点においてはリーウェイ一かもしれないな。行幸にもあったんだろ？どうだった？お金持ちで気前が良くて親切な人。こいつはオイラと違って素直に話す幽変の方が信頼できるって思ってるんだ。おや、国政に会ったのか。何か言われたか。仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければリーユエの未来はどうなるって言われたな。不敬だな。確かに同じ七世であっても、何でも話す国政より行幸の方が典型的な商人だ。親切ではあるが、裏がどうなっているかはわからない。ああ、彼女は実力で七世の座を手に入れたんだ。ただものじゃないぞ。軍玉閣はまさにその志の表れであり、彼女にとって二番目に大事なものだと聞いた。何があっても彼女は軍玉閣を捨てないだろう。軍玉閣が二番目？じゃあ一番は？モラサ。そうだ、ファデュイに関する話もしたぞ。
帝君が殺害された後、ファデュイはリーユエで悪いことをたくさんしてるって。ファデュイはいつもそうだからな。想定のうちだ。ファデュイの目的は知らないが、彼らと接触するときはくれぐれも気をつけてくれ。そういえば敵家衆にも操船儀式に必要な品があるのか。ああ、今日は野生のルリユリを探すぞ。ルリユリ？なんでここで？玉境内にたくさんあるぞ。警察層にもあるって聞いたけど。そうだ、ピンバーヤに会った時彼女は花を見てた。彼女に聞いてみるか。いや、あれは人工栽培のもので使えないんだ。ルリユリはかつて敵家衆に大量にあってな、人々の歌声を聞く花なんだ。敵家衆は昔陸地だった。魔人戦争で山が崩れ陸が水没し、そのせいでルリユリはほとんど絶滅してしまった。今城内には人工栽培のものが残っている。だがそれでも野生のルリユリが完全に消失したわけではない。野生のルリユリの香りは濃く、粉にして衛生鋼の香炉に入れることが操船の伝統だ。しかし花を手に入れるにはお前の力が必要になる。いや、その香りを濃くするために歌ってほしいんだ。で、お前歌は得意か？ふーん、本当かな。やってみればわかるさ。よく見ておけ。やっやっとはっ。
パーフェクト。行くぞ。と、は、や、た、は、や、う、う、これはトリックフラワーという魔物だ。ん？この花弁面白い。トリックフラワーはルリユリと長い間一緒に埋まっていたせいで今や最高の薬剤となっている。花弁をしまっておこう。本当か？じゃあこの花弁は操船儀式使えるか？残念だが、できないな。そんな。ルリユリをお探しですか？あ、お前、名前が思い出せない。シャンリン？何を言ってるんですか？私はカンウ、ちゃんと覚えてください。ところで、軍玉閣はどうでしたか？カンウが生き方を教えてくれなかったせいで苦労したんだぞ。え？私、教えていませんでしたか？道は他の人に聞いたんだ。はい。しまった、忘れてた。お、カンウ、なんか顔色が悪いぞ。それに最初に会った時とオーラも違う。あの時の厳しさがないというか。あの時は天柱炎の使者で
今は花見をしてるだけですから。花見？なんで城内じゃなくここでするんだ？緑境内は帝君生居の場所、あそこで花見をするのは寂しいものですから。ここ数日緑境内で仕事するときは景色を見ないように窓を閉めてました。ごめん、この話はやめとこう。まだ気持ちの整理ができてないんです。2000年前、魔人戦争が終わった後、最初の七神はリーユエで杯を交わしました。しかしそのうちの5人はすでに去っています。帝君の魂が皇帝へと帰り、属世にいる最初の七神はモンドのバルバトス様だけとなりました。他の5人、稲妻のライデン将軍を含め2000年前とは違います。今の属世の七七世、最も若いスメールの宗神は500歳です。元王帝君は6000年以上も生きてきました。3700年の歴史を持つリーユエは、建立当初から帝君がいたゆえに神とのお別れを知らないのです。ではそのお別れについてどう思う？急に聞かれても。人として帝君のいないリーユエは今でも想像できません。仙人としていずれ受け入れなければならない事実だと思います。帝君の逝去は仙人とリーユエの契約の終わりを意味しますから。ん？今仙人って言ったか？私は人類とキリンの根血、半分は仙人です。魔人戦争の時も帝君やリーユエのために戦いました。戦争が終わった後、私は帝君と契約を結び、歴代七世の秘書として今日まで働いてきました。他の話をしましょう。そうだ、ルリユリですよね。野生のルリユリの場所を知ってます。ちょうど今持ってますので、よかったらどうぞ。ではいただくぞ。え、カーンも歌ったのか？ええ、伝統はちゃんと把握してます。歌ったのはリーユエの民謡でしたから、ご安心を。おはー、さすがカーン、ありがとう。こちらこそ。まさか帝君の操船儀式の力になれるなんて、この出会いに感謝です。そろそろ戻ります。うまくいくといいですね。これで操船儀式に必要な準備は大体終わったぞ。花の剣は他のものより比較的簡単だから最後に取っておいたんだ。うん、勝利がリーユエで商売したらきっと起業の難しさも楽しいだろうな。そういう暮らしは過去にあったぞ。起業、開拓、何でも最初は難しいが、その分思いは込められる。しかし軌道に乗り時間が経つと、その感情は摩耗する。摩耗が多いと自分を見つめ直す必要が出てくる。でないと取り返しのつかないことになる。へえ、経験者は語るってやつだな。さて、用事は終わったし、そろそろリーユエ港に戻ろう。